日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト今日は掃除について日本語コンテペイが今日も始まりました皆さん元気ですか 僕は元気ですよ」「朝からしっかり卵を二つ焼いてパンと一緒に食べました」「いつものようにコーヒーも飲んでいっぱいだけじゃなくて二杯も飲んでそのあとちょっとチョコレートも食べてうんうんうん」 元気になったよ。みなさんは朝ごはんしっかり食べますか食べない人はどうして食べないんですかはい。みなさんこんにちは。今日もですね、インプロビゼーションから始まりました。日本語コンテッペイですね。元気ですか今日の 詩歌詞どうでしたか朝ごはんの話でしたね朝ごはんね例えばなんて言ったかな「えー、僕は朝からまあ卵 2, つと、ね、卵2つ」とね卵2つ目玉焼き、ね、目玉焼きフライドエッグですね目玉焼き目玉って言っても自分の目じゃないですよ目じゃないですよ目玉って言いますけどね卵のことですからね 卵を焼いて、2つね、焼いてパンと一緒に食べました。あとコーヒーも飲んで、コーヒーもね、1杯じゃなくて2杯飲みました。そして、えー、チョコレートも食べました。ね。そして僕は元気になりました。みたいなね、そんな歌です。皆さんはどうですか皆さんは朝ごはん食べますかもし食べないとしたらどうして食べないんですかみたいなね。 まそういうふうに歌いましたどうでしたか、えー、皆さん朝ごはん食べますかそれとも食べないですか、えー、食べない人はどうして食べないんですか理由がありますか例えばダイエット中とかねダイエットには朝食べた方がいいのか悪いのかね。これはちょっといろいろな意見がありますからね わからないけど例えば夜はやっぱりあんまり食べない方がいいですよね夜は寝る前とかねもう寝るだけです,ですからねでもやっぱ朝はね食べないとあの仕事とか勉強とか,でき,ますかできないんじゃないですか、まあ、僕は朝ごはんを食べないとやっぱり勉強できないし。 やっぱり仕事がでできないですよねやっぱり日本語コンテッペを取ることもできないし哀悼期で日本語を教えることもできないですね,ねご飯を食べてないとうんえ皆さんどうですか食べますか食べないですか、ね、食べませんか食べますかそれとも食べませんか、うんえー、コーヒー、ね、コーヒー僕は2杯飲みました今日ねでもね 少しまだ眠い、ね。もしかしてこれは病気なんじゃないのかなと思いますね。コーヒー2杯飲んでもまだ眠い。ね、眠い昨日の夜もね、少し眠りが浅かったですね。ね眠りが浅い。眠りが浅いというのは、えー、深くないということですね。深く眠れなかった。ね、浅い眠りって言いますね。浅い、深い、ね。これは例えば、 えー、水とかねプール、ね、プール行きますよね皆さんがでそれが深い深いってこと深いプールっていうのはプールがねこう 1m2m3m とかね深いんですよそして浅いってことは膝ぐらいまでとかね <laughs> 膝ぐらいまでのプールはちょっと浅すぎますねえー、海とか川とかね海とか川とかね 深い、浅いって言い浅言ますね。あと何が浅い深いっていいますか浅い深い例えばね浅い浅い人間関係違うのはそれは狭い人間浅はかな浅い浅い浅い考えとか言いますね浅い考え、ね、浅い考え人間関係は広く狭くですからね狭いと広いです ね、広,い広い人間関係とかね広い交友交友というのはまあその友達を作るっていうことですね、えー、考えが浅い深いですね浅い例えば浅いね例えば例えば何でしょう考えが浅い例えばねえー、まあ例えば子どもの考えはちょっと浅いですよねまあ大人も浅いですけどじゃあ大人にしましょう子どもはねまあピュアなので 浅くてもいいです大人にしましまょうで例えばね僕が僕が、あのー、僕がねイーロン・マスクの <laughs> テスラのねテスラのイーロン・マスクのバイオグラフィーを読んで「よし僕も月に行くぞ、ね、僕も宇宙に行きたい」これは少し浅はかですよね。 まあいいですけど夢がありますからね別にあのドリーマーでいいですけどでも一つ一冊だけですよ一冊一冊だけ本イーロン・マスクの本読んで「あ俺も月に行こう」ってのは少し浅はかじゃないですか浅はかではないですかうんまああとはじゃ例えば何しょう浅はかな考え、ね、浅い考え えー、例えばね例えば何かな何が浅いと思いますみんな浅い考えね浅い考え例えばうんまあでもねこれ分かんないあの例えばねその浅い考えがあのもしかするとね本当になるかもしれない例えば本当にイーロン・マスクの本を1冊読んであのそこから頑張ってね宇宙に行く 夢が叶うかもしれないね、確かに。だから、浅いとは言えないかもしれないね。たまには確かにその通、ね、いいとありですね。深い、深い、深い考え、深いアイデア。まあ、深きらいっていうもんじゃない、これ難しいですね、やっぱりね、浅い、深い、別にいい、悪いじゃないですね。大体ね、僕も浅いんですよ、はい、いつも。<laughs> 僕もいつも浅いんですね。よし、じゃあ、日本コンテ哲平でもやるか、みたいなね。 僕が始めた時もあまり考えずにあまり深く考えずに始めたんですね。でそれはいいことです。ねいいことです。あまりね深く考えると何も始められないんです、ね。何もできないです。ね、深く考えると。ああどうしよう。ああでもこれをしたら。ああこれしたら。ああああれしたら。うんうんってねこう考えたら何もできないです。だから浅い考えの方がいいかもしれない。ねもしかすると。ねそういう結論。 になりましたね、えー。皆さん元気ですか。ね、皆さん元気ですか。今何時ですか。ね、今何時ですか。何時にこれを聞いてくれてますか。ね、えー、秘密、秘密のとこでね。話したこと覚えてますか。秘密、日本語コンテッペの秘密。日本語コンテッペの秘密は。えー、何度かね。なん、なん、なエピソードか。ね、なん、ポッドキャスト、いくつか。 いくつか取りあのまとめて取る、まとめてね、例えば一つじゃなくて二つとかねまとめて取ることがあるというシークレットを、ね、話し,ました、ねえー、理由は理由はですね何か忙しくて、ね、僕も忙しいですから取れない時がある取れない日がある、ね、なのでまとめてね取っておくという話をしましたね。 えー、皆さんはどうですか日本語コンテッペイを聞く時に一日1エピソードだけ聞きますかそれとも時間がある時に2つとか3つとかね聞きますか、うん、もしくは全然聞いてないですか <laughs> 全然聞いいてないのに何,を何でこれを聞いてんだっていう感じですけど、ね、もしかしたら今日これを初めて聞いてくれている人もいるかもしれないですね。だかかららもしかしたら今日日ののこの日本語 コンテッペが一番初めのエピソード、ね、かもしれないまあそういう人はあのー、まあ僕はねランダムに聞かない方がいいと思いますけど別にランダムで聞いてもいいんですがたくさん聞いた方がいいのであのー、まあ順番はどうでもいいですけど例えば1から聞くとかね <laughs> まあ確かにでも最初の方はね僕はあんまり好きじゃないです自分で言うのもあれですけどあんまり好きじゃない。 あのまだ慣れてなかったからねだから多分、まあ、100から聞くとかねエピソード100から、えー、先を聞くとかそういうのがいいんじゃないですかうん100まで待たなくてもいいか五十から聞くとかね50から聞くとかまあもしくは1から聞いてもいいですよ一、ね、から聞いても最初の方はちょっとね慣れてないですから <laughs> でも まあそうですね一から聞いてもいいと思います一からねあとあのどん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 一日5時間とか聞いてくださいね一日5時間も僕の声を聞いてくれたらもう友達です友達 <laughs> 本当に皆さんがねもし僕の声を毎日毎日聞いてくれたらもう友達ですよもうむしろね皆さんは僕ですよ僕が皆さんの頭の中に住んでますねそして皆さんがね 他の日本人とこう話す話話日本語でね話をするとき僕が助けます、ね、皆さんの頭の中に住んでますから、ね、話せあれ日本人だ話せこんにちはって言えよこんにちはって <laughs> ねこんにちはこんにちはあどうしたんですかってね、えー、日本語日本語日本人ですかって聞きよ日本人ですかってね日本人ですか、ね、そして そそうですそうでですす日本語喋れるんですかみたいなね「はい日本語を勉強してるのではあの少し少しは話せます」ねそういうふうに「言えよ言えよってね、うんえー、例えばねうんまあアメリカにいる日本人にね話すんだったら「えー、日本人ですか?」ね。か、えー「この近くに住んでますか?」とか、えー観光「観光客ですか?」とかね「旅行ですか?」とかね聞いて。 住んでますか?と。ああ、住んでるんですね。へえ、ね。何してるんですか?とかね。僕は、あの、僕は学生です。ね、あなたは何してますか?ね。どこ出身ですか?。東京ですか?ね。原宿好きですか?ね。まあ、何でもいいんで話してください、えー。今日のトピック、今日のトピックですね。はい。今日のトピックですね。掃除ですね。掃除、掃除について話したいと思います。 えー、今更ながら言いますがあのー、今日ちょっとね僕元気ないですよね <laughs> 自分で言うのもあれですけどあの一番最初の歌ね日本語「ゴンテペ」なんかその時はまあ良かったですけどなんかあんまり元気が出ないですね今日理由はね特にないんですよ特にないんです特にないです何があったというわけでもねあの夫婦喧嘩をしたわけでもないし夫婦喧嘩っていうのはあの あのー、まあ、えー、夫と妻でね喧嘩をするってことをね夫婦喧嘩っていいますしたわけでもないんですねでもなんとなくねなんか元気がないんですよなんか疲れてるんですねうんなんとなく疲れてるんですねだからコーヒー2杯飲んでも眠いしでこういう時に何をしたらいいかというとやっぱり掃除ですよえー、ここ見てみるとね自分の部屋を見てみると少し散らかってますね うん、散らかっているでこれが良くないんです。これが良くないだから、あのー、掃除をしようと思いますね。この日本語コンテペイを取り終わったら今日は掃除をします。で、前も話したように掃除をすると心がね。すっきりする、ね。気持ちに整理がつきますね。気持ちにせいで気持ちが良くなる。えー 掃除をするのにおすすめはやっぱりポッドキャストを聞く聞きながらポッドキャストをね聞きながら掃除をするこれが一番いいと思います皆さんはねえー、っと日本語コンテッペイをもちろん僕はあのスペイン語や英語のねポッドキャストを聞きながら掃除をします掃除はいいですよ、ね、で掃除まあ掃除はクリーニングとかねクリーニングアップとかそんな感じですけど例えばトイレとか。 お風呂ととか、ね、そういういころを掃除するキッチンとかねあとは掃除機をかけたり掃除機、ね、掃除機というのは掃除をするマシーンでまああのバキュームクリーナー、ね、バキュームクリーナーとかフーバーとかいいますねはい掃除機をかけたりねそして整理整頓、ね、整理整頓いえー、いつか話しましたね整理整頓このタイディアップの方ですね整理整頓 これをする。これが、ね、非常に大事です。本当に大事。えーま、その掃除するだけではまだねその散らかっている。なのでその散らかっているもの、ね、散らかってるっていうのはこうメッシーな状態ですね。散らかってる。ね、例えばこの部屋この部屋散らかってるねとかね散らかってる部屋、ね、メッシーになってるわけですよ。それをこうまあ対する整理する。ね。 そして、いらないものを捨てる。これ大事です。いらないものを捨てる。必要ないもの。いらないもの。必要ないものを捨てる。例えば、もう、もう、読んでないマガジンとかね、読んでない雑誌とか、読んでない本とか、こういうのを捨てる。もう、日本語のね、あの教科書、つまらない教科書とか捨てる。もう捨てていいですよ、本当ね捨てていいです。捨て、捨て,てください。 <laughs> あのー、初級の人はねまあ教科書必要かもしれないけどでもね僕はねあのー、もう本当初級以外は上中級から中級の先の人は教科書いらないと思うんですよ。ね、教科書はもういらない <laughs> 教科書いらない教科書いらないしあと資格もいらない資格もいらないでしょ。 いますか必要ですかまあもちろんね皆さんが日本,日本で就職したい仕事を見つけたいそういう人はあのー、日本語能力検定かな JL、うん、あ,あるでしょえー L e C、P? <laughs> なんで言うんでしたっけあれ日本語能力検定試験日本語検定試験そんな感じでしたよね、えー、3級4級、ね、5級いろいろありますね2級1級で えーまあ、それが必要な人はまあ確かにねあのテスト勉強をしなければいけないでも必要ない人必要ない人は別にあの資格はいらないと思いますたくさんね日本語のテペを聞いて楽しく楽しくですよ日本語を勉強していく方がストレスがなくてねあのストレスがなくていいと思いますそしてリスニング力はねもっともっと上がるし 哀悼期でね僕と話したりすればあのスピーキング能力は上がっていきますそれが大事です言葉の勉強はたくさん聞いてたくさん話すそれが本当に大事だからそのもう読まない本とか辞書とかね辞書とかい,いりますか辞書とか辞書なんてネットで探せばいいですよね あと僕に聞けばいいじゃないですか、ね。僕に聞いてください。だからレッスンをね取って愛と地でレッスンを取って僕に聞いてください。先生この意味は何ですかなぜかというと、あのー、日本語の意味はですね、あのー、辞書で調べても結構わからないです結局は。なぜかというと辞書に書いてる意味と実際に使う意味が微妙に違ったりするんですね。微、ねうん、微妙妙、ね、今出ましたね微妙に違う 微妙これはあのー、かんちょっと前ですけど、あのー、聞かれたことがあるんですよね生徒さんから <S, S さん元気ですか、ねえー、それで「微妙」っていうのはもちろんさっき言ったみたいに微妙な違いがあるこういうふうに少しの違いがある少しの意味です微妙というのは少しの意味ただですね、あのー、若者が使う時例えば若い人はね例えばね僕は聞きますよね「えー、元気?」 元気元気ですかって聞いたら、うーん、微妙みたい。こういう使い方。これは、少しっていう意味はあるけど、どっちかというとね、なんかね、w エバーというか、なんか,なんかあんまり、すごいね、なんか、ちょっとね、なんかね、なんか,なんか、むかつく。む <laughs> かつく言い方なんですよね。むかつく言い方なんですね。微妙と。例えば、何食べたい何食べるえか、ー。 お腹減った、ね、お腹減った微妙みたいな,なんか、まあ、もちろん言い方もありますよお腹減ったうーん微妙、ね、こういうちょっと嫌な言い方をしてますねでこの使い方はいやあんまりお腹減ってない、ね、あんまりお腹減ってないそしてあんまり食べたくないみたいなそういう感じです微妙みたいななんで少しねネガティブなアティチュードがそこに入っていることが多いこ、ね、れが微妙のよく聞く 帰って僕は使わないですけどねこういうふうには僕は少しの意味で使うけど微微微妙妙妙元気ですか、ね、であとは適当ねこれも S さんと話してて気づいたんですけど適当適当例えばね適当,に適当に塩を振ってくださいこれどう思いますか適当に塩を振る。これはね適適当適切に っていう意味もあれば、適当なんでもレスとかね。なんかアバウトみたいな意味もあるんです。だから漢字の意味では適当というのは的確にね。exactly とかね。そういう to be exact みたいな意味が元々ですね。もともとの適当という元々のスート棒とかね。そういうもともとの意味があるけど、実際僕たちネイティブが日本人が普段使うときは？ ああそれ適当にやっといてとか適当なとこに置いといてとかああそれ適当にあ終わらせといてとかねそれは何かモアワレスの意味で使いますモアレスあデュイトはモアレスああアプロキシメイトリーみたいなねそういう意味で適当を使います、ね、それではまた皆さんちゃうちゃうスてる以降